消えた天才シリーズ。前回あの田原豊選手、まあ豊さんに、第1弾をこの消えた天才シリーズやったんですが、大好評ということだったんで、第2弾今回はですね、阿部雄太郎さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。で、あの先に言っておきますが、冒頭でまあ消えた天才シリーズっていうことでまあコメントいろいろあのいただいてたんですけど、まあ、中高生も含めて育成年代の方で、まあ、才能ある選手たくさんいると思うんですけど、各選手のキャリアを通じて、まあ、参考になることがたくさんあると思うので、まあ、その言葉だったり、どういうその分岐点でプロキャリアを続けたかだったり、すごくヒントになることが多くあると思うので、まあ、それであのこのね、関係値の中で消えた天才シリーズということで、させてもらいたいと思うんですが、今回ゆうたろう、はい、まさにもう、横浜 F マリノス時代、2002年、2003年シーズンが、まあ、高校桐蔭学園、はい、桐蔭学園高校、まあ、強豪校のサッカー部で、強化指定になったのが、2002シーズンか、うん、横浜 F マリノス、特別、指定選手。で、ゆうたろうは、まあ、そもそもその桐蔭の時に、はい、何年生から、こう試合に出始めてた。は高一からもう。あ、高一から。はい。あ、中学生は、はい、どこの。もうそのまま桐蔭が企画です。桐蔭で強い、はい、強かった。強い。全国2位を2回。あ、優勝はできなかったんですけど。なるほど。で、全国2位を2回取って、はい、そのまま桐蔭学園高校に。はい。で、その1年生からの戦績というか。1年の時選手権は出て、うん、2回戦負け、うん、で高2も1回戦負け、選手権は出たんですけど、うん、で高3はベスト4まで行って、最後国見に、ああなるほど、平山にやられました。あ、そうかに、はい、そうだと同じ1個下ぐらいだったんですけど、でそのゆうたろう特別指定になったんですけど、まあアンダーカテゴリーも入ってた、まあ15、6ぐらいから20まで、20まで、はい、じゃあ高1、まあ中3、はい、高1からずっとその代表、世代別も。僕今回お願いしたのが、やっぱ高校のやっぱ特別強化指定選手の時、はい、あの時 のまさに2001年、2002年、僕1年目です、1年目なんです。あの時のインパクトがすごい強烈に強くて、もう忘れもしないんですけど、僕はまあ2001、2シーズンベンチ外が多かった、上から見ることが多かったんですけど、まあ、ゆうたろうはあのスタメンとして特別強化枠でリーグ戦も出て、ベガルタ仙台戦だったっけな、三つ沢かなんかで、はい、ありました。あったよね。覚えてます。そう、そこでのプレーがもう鮮明に、もうプロ相手に高校3年生が背負うし、キープ時間も作れるし、ほんと戦力としてそうやってたんだけど、あの当時の記憶はありますか？そのあります。僕もその仙台戦すごい覚えてて、うん、あ、全然いけるじゃんっていうそういう時はやっぱその点さえ取れなかったんですけど、うん、欲しいシーンは何回かあったと思うんで、うん、そう、あの本当時間も作れてたし、本当起点になってたし、あ、やっぱそれ通りの、はい、緊張とか全く、まあ、なかったですね。もう、うん、そんなにお客さんの前でやることもなかったので、うん、まあ、最高だなっていう、そっちなんだ、はい、まあ、それ以降っていうのは、まあ、マリノス、横浜のマリノス入団するんですけど勝手な俺の中のピークがそこの試合だったんで、本当にその通りで、まあでもそこから入団して、まあ、2003、2004シーズンどうだった、その実際に入ってみて。はい、いや正直だ、僕そこまで大きな壁は当たってなかったんですけど、うん、そのプロ入団して初めての壁というか、うん、あ、全然違うぞという、あ、そう、そこでだったんですよね。それはなんか、まあ、あの当時タレントがたくさんいたと思うんだけど、はい、その選手でなんかこう強烈だったみたいな、はい、やっぱ同じフォワードとしては、うん、ドラゴン久保さん、ああやっぱそうだよねまあ確かにね、うん、ちょっともう結局身体能力だなそうね、はい、確かに。でもね、1年目2003シーズン6試合リーグ戦には、はい、全然出てないですね。まあ、でも高1で、ね、6試合で、リーグ杯だからカップ戦も2試合だ、計8試合出てるんですけど、やっぱあんまりやれなかった、はい、何もできなかったというか、そこに初めての壁だった、はい、1年目は。そうですね、うん、一番ターニングポイント、アンダー20 そのワールドユース、うん、僕ずっとスタメンだったんですけど、うん、その時にどんどん実力が下がってる中で試合を出させてくれたっていうところで、うんうん、
あの周りの声もいろいろ嫌な声とかも聞きながら、うん、あの監督に言われたことがあったんですよ、うん、で雄太郎は、うん、あの世界では技術もメンタル面も、うん、あのまあ、全てにおいて世界では通用しないっていう言葉が記事に出たんですよ、うん、だそれがすごいショックで、まあ、今思えばもう逆にあの本当その通りだったんで、うん、ありがたいお言葉だったんですけど、うん、当時の僕はそれちょっときつくて、うん、そこからどんどん、まあ、メンタル弱いとかよく言われたんですけど、ちょっと落ちてっちゃいましたね。あ、その時の雄太郎、あの青年にはやっぱきついっていうか、まあ、そこは反骨心じゃなくてちょっとこう、そうなんですよね、ね、そっちじゃなくて那須さんだったら絶対反骨心で帰ってきたんですけど、うんうん、真正面にこう受けちゃって、多分でも自分が一番言われたくないところだったんでしょうね、うん、自分でも感じてたところ、ところ言われたね、うん、そこから2年目もリーグ戦出れなくて、2004年シーズンで、カップ戦が5試合で、まあ1得点ということで、まあ2年目もそれは同じような状況というか、そうですね、変えれなかったですね。で、ゆったろの中でそのまあ壁にぶつかったと思うんだけど、どうだった、そのやっぱ1年目2年目っていうのは、はい、まあ多分思い描いてたのとだいぶ違ったと思うんだけど、はい、とはいえユース代表アンダー世代に入ってたと思うし、はい、いや正直その結構苦しくて、うん、まあ、自分が全部悪いんですけど、うん、その1、2年目で、どんどんこう抜かれていくわけですよね、うん、同じ代の世代の選手とか、うん、で僕はアンダーカテゴリーは入ってるんですけど、うん、自分のチームでは出てないので、うん、でアンダーで同じく入ってる人が他の自分のチームでは出だしていて、うん、実力がこう上がってるなっていうのを感じながらも、だから焦る日々で、あ、まあ、それなのにサッカーに打ち込まないっていう、うん、なんかこう気持ちが入んなかったっていう感じ。そうですね、本当その通りで、当時は今思えば分かるんですけど、うん、当時はもうちょっといっぱいいっぱいで、うん、あまりも本当サッカーに触れたくないぐらいの感じ、うん、ボールに触れたくないぐらいの感じまで追い込まれちゃいました、ね、うん、苦しいシーズンを経ての、まあ、ここでモンテディを山形に移籍するわけなんですけど、その当時、J2 だったんですけど、はい、まあ、ここではまあ、ね、試合は僕も試合数ぐっとこう、この移籍っていうのは、はい、こうチームから提案されたことなのか、自分からこう、はい、お願いしたの、もうマリノス側から言われました、うん、あ、まあ、ちょっとこう、もう、はい、これはレンタルで、一応レンタルです、1年レンタル、1年レンタルで、はい、まあ、ちょっと修行してこいじゃないけど、はい、でも27試合、5得点、これ試合数にも結構絡んで、そうですね、もう一度そこで初めて気持ちをもう一度改めないとっていうところでサッカーに向き合って一生懸命やった年ではありました、うんうん、でその次のシーズンガクンとこう試合数が減るんだけど、はい、8試合なんだけど、ここは何かこうあったの？ここはマリノス時代のコーチ、樋口さんが監督になるんですよ、うん、ああ、なるほど、で、多分相当僕イメージ悪かったので単純に使われなかったですここで、まあ一つ、またその地域リーグに、はい、北信越一部、石川県のチームに移籍をするんですけど、これはまあまた、あれですか、この出場機会を、はい、まあ、求めてフェルボ・ローザ・石川、はい、これはもうその、どこからか完全移籍になる、まずマリノスのレンタルで切れて、うん、マリノスもいらないよと言われて、うん、その後山形もうちも来年はいらないという、うん、まあ、そこで2回クビみたいな契約を、まあ、なるほど、はい、うん、でトライアウト受けました。あ、トライアウト受けたんだ。どうその時のさ、こう気持ちとしては、はい、本当悔しかったですね。悔しいし、うわ、もう本当職がなくなるっていう恐怖と、うんうん、でまだどこかで自分を信じていて、まだ復活できるんじゃないかっていう思いで、一応トライアウトは参加しましたけど、やっぱり評判も下がってたので、うん、もうそのチームがフェルボローザしか声かからなかったので、はい、でそこでまあ移籍をするんですけど、ここは11試合リーグ戦だったんですけど、はい、どうですか、ここのシーズンっていうのは。いや、ここがまたすごくて、メインスポンサーが、うん、ツェーゲン金沢っていうチームに2ヶ月ぐらいで移動しちゃって、で、うんうん、開催になったんですよ。2ヶ月で、うん、フェルボローザ、うん、だから11試合なんだ。そうです、2、3ヶ月だと思うんですけど、あっ、スタートして、解散になりました。はい、解散になって、どうしたの、その。でもそこで、うん、サッカーやめちゃう方もいれば、うん、僕はもう一回いろんなつてをたどって練習参加に行くようになりました、うん、ヴィッセル神戸もそれももちろんそうですし、はいはい、大分、うん、あと徳島ボルティス、うん、じゃあそこで徳島に奇跡的に引っかかって引っかかったんですわ。へぇー、 J9 から J2 にうん、うん、ステップアップしました。で、ステップアップして
ここはあのどうだったの、その2シーズン。もう自分なりに一生懸命やってたんですけど、やっぱりどうしても結果、ゴールというのが取れないっていう、うん、ところを常にずっと課題を持ちながら、うん、あの臨んでたシーズンでしたね。うんうん、ここに2シーズンいて、はい、ここも満了なの、独身。そうです、満了です。これが、じゃあ言ったら、まあ、1、2、3回目。そうですね。はい、でここら辺の時には、その満了なるかもしれないという危機感は、そうですね、徳島の最後のシーズンはあんまり出れてなかったので、うん、ありましたね。うん、はい、でも、ね、ここからまあ移籍もあの最後あの鳥取ガイナーレに移籍はするんですけど、はい、これもトライアウト。トライアウトだ。めちゃくちゃ苦労してるね。だけどもうプロ生活で何も結果残せてないですね。苦労しかしてないです多分。それでトライアウト またっていうか2回目、はい、ここは3シーズン。そうですね、一番長くいったところ、うん、あでも試合もコンスタントに30、24試合、はい、で J2 に上がって13試合だったんだけど、うん、3シーズン振り返ってみてどうだったの。最初入団したのが JFL からスタートだったので、うん、JFL から J3 がまだなかったので J2 に上げるっていう目標で、うん、あのみんなで頑張って、うん、それを上げれたのはすごい一つ達成感はあったんですけど、うん、そこが一番もう自分の中でも、うん、あのやりきったっていうところで引退した、うん、しました。これはもうあの自分で望んで引退なの、この。そうなんです、これあの実はもう一シーズン契約も出してくれたんですけど、ちょっと自分の中で、うん、あのこうシーズン後半ぐらいからちょっと引退しようっていうのを決めていて、これ2011シーズンだから、まあ、プロ9年目、はい、そうです、9年目で、この時何歳だろう。27なんだよね、はい、だって選手としてはこれから油になってっていうかピーク、はい、それでもう踏ん切りついたの、まあ、自分の中の限界と、うん、あのまあまあそれが一番大きいですね。で今回ちょっとあのプロキャリアを通じてたんですけど、はい、こうなんかゆうたろうの中でのその、まあ、分岐点じゃないけど、はい、まあ、かなりあの入団してから苦労したと思うんだけど、はい、特に今だからこう多分客観的に見れるかもしれないけど、はい、当時の自分に言うんだったらどういうふうな言葉をかけてたのかなと思って。そうですね、うん、やっぱり一番僕があの今思うのはそのマリノスの2年間、うん、入団した2年間がやっぱり大切だったと思うんですけど、うん、だからそこでしっかりサッカーに向き合っていない自分が、うん、まあ、今だから分かるんですけど、うん、本当にコツコツ地道にやって一生懸命やってる人がやっぱ後に試合出てたり、うん、まあ、那須さんもそうですけど、うん、絡んでたの、そういうのを見てたので、うん、まあ、当時の自分で言うなら遊んでたんじゃないですか。今サッカーに向き合えと、シュート入んないならシュート練習して、うん、そこで解決しないと、僕はその遊びとかで、うん、ごまかしてただけだったので、しっかりサッカーに向き合うべきだったなっていうのは、うん、はい、でもなんかやっぱ高校世代から、まあ、強化してまでこうグッとこうね、うん、あのいいテンポでキャリアを伸ばしていくんだけど、はい、周りと比べて自分はちょっとこう違うっていう感覚はあったの。当時はその身長が大きくて足元がまあわりかしうまいっていうのがあんまりそういう選手なかったので、うん、それを売りにあの他との選手とは違うなっていうのは感じながら、これだったらいけるぞっていう自分ではありました。まあちょっとその1年目2年目がまあちょっとその分岐点っていうところだったんだけど、はい、でもその先もまあもちろんさトライアウトとか受けながらはだったんだけど、うん、まあ、でもプロ9年って言ったらね、プロキャリアとしては素晴らしいものを築けたと思うんだけど、ゆうたろう的にはこうもっと伸ばせたかなっていう、今だから言えるとか、はい、うん、いや そうですね、やっぱスタートがいいだけに、うん、あの周りも期待があったので、うん、あの A 代表、トップ代表までは行きたいとか、うん、そういう目標ももちろんあったので、うん、もちろん不甲斐なさが多いんですけど、うん、ただその当時の自分は結構いっぱいいっぱいで、うん、9年間できたのはあのそれはそれで素晴らしかったなっていうのは思ってます、うんうん、今はまあじゃあ引退して、はい、引退して今はまあ本当に別 あのところであまあ働いてるんですけど、一般の、まあ、会社名は言えないんですけど大手の会社に勤めてるんですけど、その27歳の時に引退されて、もうすぐに、はい、もう違う仕事に就くっていう決心がついたのかみたいなところっていうと、はい、サッカー以外のことで辞めようと思ってもう辞めたんですよ。ああ、で何も決まってないです。
辞めて一番最初に何してたっていうと、あの僕結構昔洋服好きだったじゃないですか。ああ確かに、うん。でセンスっていうあの雑誌も読む。ああはいはい。そこの代々木八幡にあるんですけど、そこの会社に乗り込んで、あのちょっと革ジャンとか着て、うん、ハットかぶって、あのリクルートスーツだったら追い出されると思った、うん、働かせてくださいって言ったんです。そしたら普通に中途受けてくださいって言われて入っていって、それで終わったんですけど。あ、そうなんだ。当時松田さんに憧れて、うん、松田さんに憧れて、もうね、私服アパレル、そのかなりこだわってたよね、はい、うん、もう趣味だったもんね。洋服屋になるとか言われてましたもんね。そう、いや、おしゃれだったんですよ、周りのそのセンスの、その先輩がいやいや、先輩ですね。めっちゃかっこよかったですよね、うん、お下がりめっちゃもらってた。そうペラフィネとかね。あ、懐かしいですね。うん、あのすっごい高いんだよ。だって松さんと一緒に ATM で下ろしましたからね、なぜか僕。あ、マジで。なぜか松さん、お前買った方がいい。30万、40万ぐらいするセーター全然売り行かなかったっす。高いですよね、ペラフィネ。みんなこぞって来てますよ。めっちゃ高い。 T シャツ6、7万とかすんのよ。そう、実写でそんぐらいですね。そう、じゃあ引退後、まあ、センス乗り込んで、そこ乗り込んで、で、あとは自分でリクナビとかいろんなところをやりながら、うん、あと人材紹介の社長に紹介してもらって、うん、同時進行で全部受けて、うん、で、一番最初に買ったのがそのブライダルだったんですよ。ウェディングプランナーやったんですよ、最初。あ、そうなんだ。ありがとうございます。え、実際どう、その、いや、大変でした、ほんとに。え、何が大変なの。いや、まずもう労働時間が、うん、サッカー選手大体2時間ぐらいじゃないですか、午前練で、うん、もう朝から晩までじゃないですか、うん、で、ひたすら掃除と声出しと、うん、もう初日でやめようと思いました。人気すんだ、世間が。あ、そうだ。それでこんな安い給料で、うん、社会人が厳しい、はい、厳しそう。で、女子の世界なんで、うん、同い年とか年下、年上の女子に怒られる、うん、でもそのおかげでよかったですね、ほんとプライドでしおられたんで、そこで、うん、花瓶とか多分20個ぐらい割っちゃったんで、僕。え、結構いい花瓶じゃない。いや、そうです。だから、何やってんだ、うん、印鑑とかで怒られたから、うん、すいませんってそれは何年？3年やりました、ブライダルから。ブライダル3年、はい、まあ、そこで、まあ、社会人として叩き込まれる、はい、そうです。その後に、まあ、今の会社、はい、そうです、もうその後。あ、ね、そうなんだ。で、そこは自分から転職で、転職、はい、またその転職、あの人材紹介の社長さんから紹介してもらって、うん、はい、いや、新たなこうセカンドキャリアじゃないけど、はい、まあ、実際に厳しいんだ。そうですね、厳しかったですね。ただその上司がすごいいい人で、うん、あの上に行きたいならお前レストラン事業部っていうのもあって、うん、レストラン事業部に行った方がいいよっていうので、うん、最後レストランのそのマネージャーもやってたんですけど、うん、全然アルバイトの子たばられなくて、うん、いらっしゃってないから、うん、大変でした、それも。へー、おめでとうございますわ。でもずっとやってたの、その声出しは多分一番いや、すごいね。いや、面白い面白いですその現役生活含め、やっぱ育成年代だったり、まあ多分今だから伝えられることってたくさんあるかなと思うんですけど、はい、まあ、ゆーたろの中でその、まあ、現役生活9年間っていうところと、うん、まあ、あの今後その育成年代の選手たちにこう伝えたいメッセージじゃないですか。はい、うん、そうですね、やっぱ自分がそのプロになるまでは、大きな壁にぶつからなかったっていうのは、うん、その時は良かったように思えるんですけど、それが逆に弱みっていうか自分の弱点だったと思うので、今からサッカーやってる子とか若い子たちにはもう失敗を、うん、たくさんした方がいいっていうのは間違いないことだなと思っていて、うんうん、であとでもコーチとか親とかがいろいろ言うんですけど、そういう言葉って当時の僕にもは全然響かなかったんで、いろんなこと言われたことあったんですけど、結局響かないし聞かないんですよね。やっぱ自分で気づかないと人って動かないと思うんで、まあ、とりあえずチャレンジして失敗しまくってほしいなっていうのは思います。まあ、でも本当に経験が物語るじゃないですけど、やっぱそういういろんな経験をされてのあのメッセージだと思うので、まあ、これからのあの選手たちはね、あの参考にしてもらいながら、ぜひね、日本サッカーを盛り上げていっていただければと思います。今回消えた天才シリーズ第2弾ということで、阿部雄太郎さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回なんですが、実は第1回ペルムーターゴルフが開催されました。で、ゲストでミナゴルフさんが来ていただいたんですが、はい、まあ、一般参加の方と、はい、一緒にこうね、組を回ったんですけど、どうでした？いや、本当に雨上がりのピーカンデルという天気の中での風景だったので、はい、まさに
このペルムータをみんなで塗って、はい、日焼け対策して挑んだコンペでした。とても楽しかったです。楽しかったですね、はい。で、今回なんですが、こちらペルムータ第1回も記念してということで8名の方に、でこちらデリットテック、こちら骨盤を引き締めて運動機能をサポートするこちらなんですが、こちら3名の方に、プレゼントをさせていただこうと思ってます。で応募方法なんですが、概要欄の方でミナゴルフさんのインスタをフォロー、あとはペルムータのインスタをフォローして、それをスクショを取って応募リンクの方に届けていただければと思いますので、その中で先着こちらは8名の方に、8名の方にで、こちらは3名の方にプレゼントさせていただきたいと思いますので、皆さんぜひ応募よろしくお願いします。よろしくお願いします。